ナツとグレイの争いを止めたエルザの涙、苦楽を共にしてきたかけがえのない仲間たち、家族を思う気持ちは声となり、憎しみをそぎ落とすように二人の心に染み渡っていく。一方アルバレス軍はザンソン12によってイシュガルへの猛攻撃を始めるのだった。次回、快楽と苦痛、愛は絆を生み、そして死をも運ぶ。